れたのりょうと、さしみさん、今と、むしれた第一回ぬいぐるみ作り選手権やめてやかわいいな、今回の企画は。いつもね、変なもんばっかり作ったけど、ちょっとかわいらしいもん欲しいなと思って、ぬいぐるみが作りたくなったわけですよ。でもね、動物とか作ってても、いまいち愛せない。買えるしな。うん。ってことは、唯一無二のぬいぐるみを作り出す必要がある。唯一無二と言ったら、そう。君たち自身。視聴者さんの願いにつけたの今そういう言い方だった。何万体使うの自分ですよ、自分。私売ってないからね。そう、売ってないから。俺が作った俺の人形、メッセンが作ったメッセンの人形、それはもう世界に一つでしかありません。これを今から出して、誰が一番クオリティ高いぬいぐるみを作るかという勝負をしたいと思います。ぬいぐるみ作るのは実際多分時間かかるってことで、これを事前に行って皆さんに今回作ってきてもらいました。そうなんだ、今ね、絵作るぞとか言ってたけど作ったんだよ。早速、一人ずつ発表していきましょうか。はい。良くも悪くも僕は基本に忠実に作ったので、僕より上か下かでちょっと気にしつけて。はい、というわけで皆さん、オープンアイズ。よいしょ。お、すげえ。おー、話しよる。キモッ。わー、男作ったんだこれ。男の作品だなー。僕の、僕でございますよ。待って、なんで服これになった。俺は本当に分かってくれると思うけど、服むずすぎる。服やばい。本当に人形作り終わってから服作ったんだけど無理だったもん。ズボンは絶対に作れない。本当に無理あれは。なんでこんなドレッドヘアなの。髪の毛を僕はフェルトでベタって貼るのは違うなと思った。 3D 感っていうかリアル感を出したいので、なるべく細い毛糸を使ってこの髪の毛をやろうとしたらドレッドヘアになっちゃったよ。メガネのこの部分くり抜こうと思ったんだけど無理だったので、なんかグラサンになっちゃった。本当だ、グラサンだよ。まあまあ、とりあえずすごい頑張ったんですけど、どれくらい頑張ったのかっていうのをね、 VTR にまとめてありますので、僕の VTR ご覧ください。 VTR どこいしょ。はい、それでは虫眼鏡、ね、お人形を作っていきたいと思います。だいたいこういうものはまず型紙っていうのを取るんですよね。それを布に移して、ちょうどいい大きさの布を用意して、それから縫っていくということなんですよね。型紙、顔ができました。胴体と足は一気にやっちゃいます。人形くらい足長くしたいな。いや、しかも後からこんな足長くないわとか言って減点されそうだから短くしよう。三等身くらいかな。手切りまーす。じゃあ早速この型紙のやつをフェルトに移していきます。うん、切れました。首に当たる部分だけを残して縫っていきます。一旦こんな感じで縫い終わりました。金玉のシワを忠実に再現してしまった。なんかまた詰め終わりました。一応手がつきました。服を作ってこの縫い目を隠していきたいと思います。ドレッドヘアみたいだな、やっぱり。まあいいや。はい、というわけで完成。とまあこれが僕の努力の結晶でございます。やっぱ大変だよね。肌色の糸なかったの。確かに。本当にあえてこの方が可愛いかなと思った。そういうこと。手作り感。そう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 。まあというわけで一旦これが私の作品ですので、皆さんの見せてください。素晴らしいね。多分ね、これ見てみんな舐めてると思う。どれだけ大変かまだ分かんない。本当にお前らフル見せてやるからね。まあこれを見た上で次行きたい人は。じゃあ次俺行っていいですか。はい、はい、これ今足とかあったけど、ちょっと変化球で人形っていっぱいあるから、その中で早く作れるものをやった。何何体がキャタピラだ。これはねちょっと見てみたいですけど。見てみたい。また保険かける。保険かけないとダメだとしますね。はい、座ってください。はい、じゃあ開けてください。どうぞ。ドン。お前ルイ聞いたことあんのか。俺は人形って聞いてたんだよ。お前ら人形って言っただろ。パペットマペットではなくて、お前手汗せめて触んない。愛着人一枚だこれなのに。顔めっちゃいいな。顔はいい。顔でしょ。髪の毛これ100点じゃね。これはね、素晴らしい再現です。縫い目は見てください。これ手縫い。手縫いですよ。うわすごいね。超細かく見えてるから。めっちゃいい。細かい。横浜のシューマイのグリーンピース。今日初めて喋ってた。あと玉結び。玉結びを最初に作るね、2年かかりました。いつから初めて。総制作時間はどれくらい。これ時間があったら6時間ぐらい。5時間。例のごとく VTR 見ますか。はい、はい、じゃあ僕の人形作りこちらです。はい、ということで僕はですね、指人形みたいな、あの手に入るようなこうやって動かして顔があってっていうのを作っていきたいと思います。まあ、あの裁縫経験はね、もちろんほとんどもう家庭科の授業ぐらいなので、どうなるか分かりませんが、ちょっと頑張っていきたいと思います。
はい、見ていただきました。はい、もう多分ね、突っ込むとこないですだから、としみつはこんな細かい作業を地道にやるとは思わなかったからいいですよね。お疲れ様でした。じゃあ次、僕行っていいですか。どうぞ。先に言ったけど、悪い、俺作り方知ってた。ほう、ほら、あれだよ、なんかホワイトデーとかに手作りのネギやばいな。一回、じゃあ見てもらいましょう。はい、目を開いてください。はい、でん。おお、すげえ、すげえ。外注やん、これ。おい、外注したら完全に外注したでしょ、これ。いくらかかったんだ、これ。すごい。先にじゃあ VTR 見てもらいたいんで、 VTR をキュン。はい、お風呂から上がったということで、早速人形作りに入りたいと思うんですけど、やっぱ人形作りといえば母親じゃないですか。母親ってものは趣味でね、人形を作りがちだと思うんで、息子もそれぞれ自分の母親の人形に似た感じのものを作ると思うんですよ。で、僕の母親が作ってた人形なんですけど、こちらですね。アンとアンディ君ですね。アメリカンカントリーな人形を僕が小学校の頃作ってたので、まあそれを僕も見てたんでね、まあ、こんな感じのやつを作っていきたいと思います。まずね、この布があるんですよ。これ布白いんですけど、これ染めるとこから入るんですよ、あの人形作りには。で、何で染めるかっていうと、今買ってきたね、インスタントコーヒー、これで染めるんですよ。沸騰させたお湯に入れるわけですよ。うわー、やばい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 、危ない。この布をつけていきます。これで煮るわけですね。はい、5分ぐらいまんべんなくね、染み込むように煮ました。これをストーブとドライヤーで乾かしまーす。チラシに型を書きます。はい、これをハサミで切ります。で、鉛筆で今からこう書いていきます。切り終えました。繰り返したんで綿を詰めていきます。こういうアイテムがあるんですよ。人形作ったことある人ならみんな見たことあるでしょう。これ僕がね、着てた着なくなった服なんですけどね、デニムシャツをデニムにしました。で、柄シャツをシャツにして綿を詰めました。これを組み立てるというか縫い付けていきます。こんな感じです。髪の毛になる毛糸と、これボタンですね、目になります。そんな感じでボンドでくっつけていきます。はい、という感じなんですよ。いやー、ちょっとおかしいじゃん。おい、母親作るやん。いい加減にして。何が、何が、何がねえ、家柄に負けてるだけやん、これ。すっこみきれない。染めなくていいやん。なんで染めた、なんで染めた。よく風呂場にコーヒー入に染まった布かかっとったやん。なんで、いや、おーおい、内側いいっすよ、なんだよ。でもよく見たら結構出来悪いんだよ。頭の形とかすごいゴツゴツしてるし、ね、顔も可愛いんだよね。そう、似てんだよ。そして命があるよね。そう、こっち命じゃなくてゴーチだもんね。いや、もうこの後に出していただいて、これから行かせてもらいたいな。先生、ちょっといいですか、言ってもらって。はい、先生、準備できたので目を開けてください。えいおー、これ自分だってば。だから怖いなねえ。で、なんだこれは。これは、彼女が作った。え、知らんかい。誰やろ。出してくんな、こいつ。なんで胸毛生えてんの。生えてないじゃん、胸毛は。まず背中、何背中それ。これは YouTube のロゴっていう。いや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 、全然違う。離れてるだけやん。背中刺されたやつの人じゃん、これ。シューマイの擬人化じゃん。もうやってるとこめっちゃ見たい。ちょっと V 見たい、早く。じゃあ VTR どうぞ。作ろう、黙々と作っちゃうよ。多分早送りだよ、ここ。喋ってもいい？まあいいけど。眠すぎる。出たらお腹いっぱいになったらバブちゃん。使われちゃうよ、そんなこと。それはダメだよ。ねえ、ちぎった？もしかしてこれ。ちぎってないよ、私。ちぎったでしょ。ちぎってない。ちぎってないよ、私じゃない。もともとちぎれてた。でもね、怖い、やっぱり怖い。うん、でも夢丸っぽい。うん、怖いけど。完成。見てくれたと思うんですけど。バブちゃんじゃねえよ。これあかんやつだったわ。え、バブちゃんって呼ばれてんの。じゃ、ご飯食べると眠くなっちゃうから。あー、それバブちゃん。バブちゃんだね。でもこれの発想はすごいよね。ただ自分を作るっていうのを忘れてるよ。ちょうど最後僕ですね。はい、はい、直前まで作ってたね。時間なさすぎて、この撮影始まる前に2時間半ぐらいで仕上げました。あー、スピード仕上げ。これいるっていうギミックがあって、ね、時間食っちゃったんで、ちょっとそちらも注目していただきたい。持ってきます。ロギも抜かれて。それでは目を開けてください、どうぞ。
うわ、うわぁえ、だから繋がってる。何し、なんか繋がってる。どうか、え、待って、あれね、あ、え、髪の毛怖っ、お前自分の。うわぁ、すぐ気づいた。そういうことだったのか。人形で一番やっちゃいけないやつや、ね、怖っ。なんと髪の毛全部僕のものだ。やばすぎ。日本人形か。あ、いい、ちょ、これは、これは何、これは。ちょっと持ってみてください、これ。あ、人形かわいいな、哲也くん大好きだなって女の子思い始めた時に、なんとこちらのスイッチオン。ここかい。てっちゃん右手が。確かにこれは楽しめるな。わちくめで話すんだ。わつけ。電池もこっち側で買えるんで、もう永久に使えます。足なんで片足ないの。いや、ほんとね、それね、マジでびっくりしたわ。忘れてた。え、一回見てもらおうかな。あ、はい、VTR V。 僕ね、一応ぬいぐるみ作り経験者ではあるんですよ。小学校の時に家庭科の授業でみんなクッション作る授業があって、このセットを買ったらこういうクッションできますよみたいなセットが4つぐらいあって、みんなそっから選んでたんですけど、僕だけなぜか自分で材料を勝手に買って、変なでかい謎の生物のぬいぐるみを作って、その優秀賞を取ったんですよ。その経験を生かしてね、今回作ってみたいと思います。まずは頭切りましょう。はい、ほぼ同じものができました。はい、手足完成。早速縫っていきますか。はい、こんな感じで今手を脱ぎ込んだんですが、ひっくり返すとこんな感じ。この調子でいきましょう。さあ、この腕にこれをぶち込みまして、うまくひっくり返ってくれよ。いいんじゃない。え、はあ、足つけ忘れた1個。これを回すと、はい、俺の腕が震える仕様になっております。これ可愛すぎるでしょこいつ。なんと僕の本物の髪の毛でございます。これを接着剤でつけていきましょう。完成でございます。完璧というわけでございます。なんか普通にちゃんとやってんね、それ以外のところは。そう、俺普通にこういうのね、ちゃんとやりたくなっちゃうけど。確かにさ、こう好きな人の人形の手が震えるシステムは画期的だよね。そう、これ嬉しい。実は天才と言わざるを得ないね。ちょっと素晴らしいでございます。ありがとうございます。はい、ということで僕たちの手作りぬいぐるみ見ていただいたんですけども、愛着はね、湧くかもしんないけど、旗から見て大体キモいと。ちゃんとしたやつを、連続プロに頼んどきましたと。おぉ、みんな分のプロのやつ頼んどいたんで。それでいいやんちゃう。の。いや、もっとできるかなと思ったんで。多分プロのはキモくないんで、一回それ見てみましょう。うわぁ、並べたら怖えなぁ。まず、トシーズ。ほう。でーん。おぉ、すげぇ。そりゃ、うまいやん、そりゃ。髪の型似てるわ。そして、りょう。でーん。おぉ。メンバーからちゃんとみんな入ってますよ。ちょっとキリッとしてる。夢丸。おぉ、うわ、夢丸。おぉ、ちょっと角刈りっぽい。角刈りっぽいね。角刈り次第で、こちら虫さん。おぉ、似てるわ。サングラスじゃない。ちゃんとメガネが、サングラスじゃない。で、俺の芝居のがこちら。てれん。わー、鮮やか。ここはさすがに。おぉ、え、え、なんでた？鮮やかって言う。あ、びっくりした。外れ枠かって。そうでしょ。髪の毛も丸くなって、ちゃんと後ろの配分とかもちゃんとなってて、ああ、なんとメンバーカラーでみんなやつが揃ってると。これでいいの？うん、そう。人形ってさ、動きも出せるのが非常に難しかったことない？うん、絶対この平面になっちゃうのにさ、この座れるスタイル。これね。そう。これは作りたかった。これ正解！優勝！おめでとうございます。おめでとうございます。出来上がり。こんないいものを皆さんの手に届けないわけにはいかないと。なんだって？ということで、こちらのぬいぐるみが全国のモーリーファンタジーとパロで、期間限定でクレーンゲームで撮ることができます。なに、なんと6種類コンプリートかな。じゃあ、どうなるよこれ。5000円持っててください。まあ期間限定だからね、はい、それで皆さん撮り行っていただいて自慢してください。友達のみんなも撮ってね。友達にカメラを出して言うの。ちょっと自慢したくなっちゃう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オッケーですかね。うん、はい、じゃあ、いや、やるな、これ、マジで。これは、気持ちいいな、これ。これいいな、ほんと。これは、これはね、いらないんだよ。汚い、髪の毛飛ぶし、これ。キモすぎるな。怖いな、俺。時間の無駄だったわ、こんなの作って。ちょっと、リュッて見つけよう、これ。かわいい。僕らって、キモいのかな。結構かわいいと思うんだけどな。いや、僕もクレーンゲームを入りたかったな。お前はペラペラだから無理だろ。
手が右手ぐらいに